で、剣を抜刀して変身完了です。では行きます。変身！うわー！ダストチャンネル！ダストチャンネルのダストです。本日紹介するのは、これだ！じゃん！仮面ライダーセイバー、開くなる、デラックス、プリミティブドラゴンワンダーライドブックだ、イエーイ！こちらは仮面ライダーセイバーに登場する暴走フォーム、仮面ライダーセイバー、プリミティブドラゴンに変身するためのアイテムです。では早速レビューしていくぞ。もしこの動画面白いと思っていただいた方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。では早速箱から見ていきましょう。箱の正面はこんな感じ。これがプリミティブドラゴンワンダーライドブックで、これが展開するとこんな感じになるわけですね。さあ箱の横側、反対側の横側、上側、下側はこっち側だね、下側、そして後ろ側です。今回のワンダーライドブックはプリミティブドラゴンに変身することができて、必殺技も2種類出すことができるようです。さあでは中出していきましょう。今回はどんな感じのワンダーライドブックになってるんでしょうか。いやー、プリミティブドラゴン本編でも大活躍というか大迷惑かけてるまあライダーなんだけれども、まあこの暴走フォームっていうと01から引き続いて2連続で中間フォームが暴走からスタートになるんだけどね。さあ今回はどんなバンダイライドブックになってるんでしょうか。いきます、せーの、じゃん。おかっこいいぞ。はい、中出しました。ではアップで見てみましょう。正面のアップはこんな感じ。まず一周ぐるっと見ていきましょう。ぐるっと見ていくとこんな感じで、背面この辺の色はプリミティブドラゴンの特徴的なスカイブルーって言えばいいのかな、乳白色がかったブルーの色になっていますね。で、ここがワンダーライドブックを刺す位置で、ここは開いています。で、正面戻るとこんな感じで、表紙の絵柄は、これは骨のドラゴンがこうやってデザインされていますね。で、これはなんかブラックホールみたいな、そんなものがデザインされています。聖剣装ドライバーに刺す位置は一番の右側。みんなから見ると左側だね。で、ここはドラゴンの爪かな、こうガッと掴んでるようなデザインになっています。ページを開くと、よいしょ。こんな感じで、これはドラゴンプリミティブドラゴンの手がこう開いた状態になってて、ここもドラゴンの絵で、これはなんだろう、このブラックホールみたいなのを掴んでるようなデザインになってるのかな。では音声聞いていきましょう。まずは後ろの絶縁テープ取っちゃいます。はい。では、まずはじめはタイトル名。タイトル名は、ここのボタンを押します。では、行きます。プリミティブドラゴン。続いて、ストーリー音。これは4種類ですね。ページを開くと音声が鳴ります。こうやって待機音が鳴るんですね。で、続いて、さらにページを開いて、2つ目の音声。イニシエの大いなる竜が本の力を掴み取る。さあ3つ目、さらにページを開きます。掴ませよ新たなる力。掴ませよ新たなる力。最後4つ目、ページを開きます。I wanna get the force。 音声は以上ですね。普通のワンダーライドブックと大きさを比較するとこんな感じ。かなりね、大きい作りになっています。で、ドラゴニックナイトワンダーライドブックと比較するとこんな感じで、これはね、だいたい一緒ぐらいかな。さあ、おなじみ 500ml ペットボトルと大きさを比較すると、これぐらいの大きさになっています。では、いよいよ仮面ライダーセイバープリミティブドラゴンに変身してみましょう。はじめにお断りを入れておきます。これね、ブレイブドラゴンワンダーライドブックをここにセットするんですけど、その時に本来はブレイブドラゴンって音声が鳴るんだけど、これね、おもちゃの使用上なかなか音声が鳴ってくれません。だから鳴らなくてもそのままスルーしていきますのでご了承ください。では変身いきましょう。まずはページを開きます。で、ブレイブドラゴンワンダーライドブックをここにセット。ブレイブドラゴン、ゲット！鳴ってくれた。で、聖剣装ドライバーのここにセットしますね。いきます。
で、剣を抜刀して変身完了です。では行きます。変身！暴走しちゃった。これめっちゃかっこいいね。変身後のページを見てみるとこんな感じで、このプリミティブドラゴンが開こうとするワンダーライドブックのページをガッと手で押さえるようなギミックで変身完了するっていう、なんとも今までになかったギミックが発動してますね。音声もね、もうすごいんだよね。バキッ、ポキッ、ボーン、ガキッ、コキッ、ボーン、プリミティブドラゴン。もう聞いてるだけで痛々しい。じゃあ必殺技も言ってみましょうか。まずは剣を納刀して、ページをさらに開いて、もう一回ページを開きます。これがライダーキック必殺技。クラップ必殺毒破、クラッシュ必殺撃って言ってたね。じゃあ次はもう一つの必殺技行きましょう。同じようにまずページを開いて、クラップ必殺毒破、剣を抜刀します。これが剣を抜刀しての必殺技。音声はクラップ必殺毒破、劣化抜刀、クラッシュ必殺斬り。この剣を抜刀しての必殺技って、劇中だと確かこうページを開くときにこれを一緒に開いてたんだよね。それをやってみよう。開いて押す。クラップ必殺毒破で抜刀。劣化抜刀、クラッシュ必殺斬り。おお、これもいいね。じゃあこのついでで劇中再現。ライオン戦記ワンダーライドブックを使って変身してみましょう。まずはワンダーライドブックを抜いてみよう。これはまず手を開いて、ワンダーライドブックを上に引き抜きます。お、グッバイっていうんだね。で、閉じて引き抜くと。こんな感じ。では同じ手順で変身していきましょう。ちゃんと音鳴るね。運がいい。変身！おお、ちゃんと変身できたね。必殺技も言ってみよう。剣を抜刀しての必殺技。じゃあこれでいこうかな。クラップ必殺毒破。いきます。バトークラッシュ必殺撃。ということで本日はデラックスプリミティブドラゴンワンダーライドブックを紹介しました。これはまあ闇落ちライダーになるわけだけど、ポキッポキッとか手でわしづかみにするギミックとか、ちょっと怖い感じがしていいね。今月下旬にこれを克服するためのワンダーライドブックが登場するから、どんな感じなのか楽しみです。それも発売したらレビューしていきますので、ぜひご覧ください。ということで本日の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。もしこの動画面白いと思っていただいた方は、チャンネル登録と高評価、そしてツイッターもやってますので、そちらのフォローもよろしくお願いいたします。噛むな噛むな、最後だぞ。ということで次の動画でお会いしましょう。ではまた次の動画でお会いしましょう。ダストでした。バイバーイ。